どうもなおちんです。100英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はエンドレス挑戦してます。今98回ですね。100回まで行きたいところです。まあボスが104回かなに出てくるんですけども、80回ぐらいからものすごくきついです。では100回をとりあえず目指していきましょう。80回っていうかボスを3回倒した後からがものすごくきつくなった。何がきついかって素早さがね早いのよ。敵の素早さがものすげえ早い。だからね先制攻撃が取れなくてどうしてもねやられる時があるのよ。 OK ギリギリだったな。先制のね全力クラッカーがないとちょっと雑魚戦が辛いんだよね。でしかも若干倒せない雑魚敵も出てきた。HP1200 ぐらいの雑魚敵が出てきたので多分ねこれ次のボス倒した後はさらに難しいっていうかちょっと無理ゲーになってくるんじゃないかなと思うんだよね。それぐらい辛い。オッケー、ここはまあ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 、あーいけるね。いいか。ね、MP 管理がものすごく難しい。オッケー。ね、MP 管理が拒絶する世界、地の魔法の完全無敵になるやつ、あれと回復魔法を使っていくので、MP がね結構減るのよ。やばい、この雑魚敵もちょっと待って倒せなかったな。オッケーオッケー。ダイクストラぐらいのね防御力があればもう全然余裕でなんてことないんだけどね。本当に辛いです。あー、ここはちょっと回復を入れていきましょうか。回復をちょっと入れとこう。桃をちょっと回復させとくか。 OK、 これを使うぞ。使っちゃおう。はい、使うぞ。大丈夫。よし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 。まあまあほぼ完全回復で倒しましたね。まあまあここのボスは楽勝だからここはもう比較的楽。100回のボスって誰だろうね。ここはまあまあ全体のボディープレスをやられるとちょっときついかもしれないけども、まあ、ワンパンでやられるってことはないでしょう。よーし、おそらく食らったとしてもビーンでも400ぐらいかな。食らうのはそれぐらいだったらば耐えれるんでね。あー、やっぱり来た。500食らうんかい。もう食らいすぎやって。でしかもまだ全然 HP あるしね。回復したがいいけどね。まあまあいいや。魔法使っていきましょう。あ、アイテムでいいや。水の風石をねこういう時のためにね結構取ってたん。3個残りがあるんで大丈夫なはず。 OK、 よし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 。 OK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 、 98回突破で99回は誰がボスだい。よし、こげーん。ちょっと全体攻撃を入れていきたいよね。全体攻撃を極力入れていきましょうか。こういう時のためのアイテムさ。いや、もったいねえな。もったいねえな。光もちょっとボス戦にこれ取っときたいのよ。取っときたい。あれ、狂う大地を使っとこうか。防御力下がるんで。で、UFO
フェリウスはもう貯める2回して、攻撃してます。スキルで、うん、通常攻撃結構ミスるのよね。なので2回貯めて必殺技を打つようにしてます。あれ多分必殺技は必中だもんね。OK、いいね。ちょっと後ろに攻撃すんなよ、やめろよ。後ろに攻撃だけはやめてください。 OK、 期間期間。おお、101効くか。物理でしょ、物理防御ガル550ぐらいあるんですけどね、それでもダメージ食らうね。 OK、 もうこのね石は食らっていい。うん、ダメージ50しか食らわないんで、もうないに等しいので、この石は無視です。むしろこいつらがそっち側を攻撃してくれるんだったらありがたい。いや、回復しなくていいか。うん、あ、待って、コゲンじゃない、ユーテッドに、あ、違う、ここはそうか、順番関係なしだわ。貯める、もう全力クラッカー頼むよ、本当に火力は。全力クラッカーと、あとはモモのね火力。ちょっと待って、まだ全然じゃん。オッケー。ちょっと待って、高烈にすんなよ。おい、むちゃくちゃ効いたぞ。あの防御力ものすごい高いからね。オッケー。まあ回復ができるからレイナすごくいいよね。最高です、ほんと。でユーフェリウスが、あ、もうこれ倒しきれるね。全力クラッカーで多分倒せると思う。うん、意外といいダメージ出してくれてる。 OK、 さあようやく100回来ました。え、これね2回目なのよ。2回目、1回目があのね70回、71、2回かなで落ちちゃったのよ。落ちたで1からやり直しになったから、ものすごくねがっかりだったよ。撮影やろうと思ってやってたのに、まさか落ちるとはね。これね、セーブができないっていうのがやっぱり厳しい。セーブはさせてください。もうこのねステータスのまんまでいいから、セーブさせてくださいよ。まさか100回のボスがアインリヒとは。あ、でもまあ注意しとかんとね、炎の全体攻撃とかやってくるんで、一応拒絶する世界を入れていった方が間違いないでしょう。うん、確か全体攻撃あるよね。あれが来た時がものすごくまずい。オッケー、いいよいいよ。マジで？あー、でも全然耐えれるじゃん。オッケー。もうばあちゃんは仕方ないね。うん、仕方ない。いや、もう変身しとけ。もうあとちょっとしたら帰るつもりだからね。待って、いいか。いや待て、ごめん、回復する。桃をしっかり回復してた方がいいんだ。うん、いい車の回復よりも桃を回復して拒絶を使っていきたいよね。多分次のこのターンで全体攻撃が来ると思う。 OK、 いいダメージ、2000ぐらい出てくれればいいよね。
これで。あ、オッケーオッケーオッケー、いいのいいよいいよ。当たらんのかい、当たらんのかい、本当に。オッケー、まだ倒せないな多分これで。よし、もう1周目ぐらいだったらね、もう全然2ターンぐらいで倒せるんだけど、3周目に入ると2ターンではちょっと厳しい。お、来たぞ。オッケー、うわうやられた、まあ仕方ない。オッケー、回避率がねものすごい高いね。よし、リーンは耐え、いやまだガードがついてるから OK ね。ここで2000ぐらい出てくれれば倒せると思ったけど無理だな。よし OKOK、 はい、100回クリアしました。猫魂いらん。はい、100回終わりです。多分あと4回先ぐらいにボスがいると思うので、とりあえずそこまで行ってみますね。それでは4回目のボス来ました。絶対強い。魔力の聖水残り1個なんだよね。もうちょっとさ、MP が回復するアイテムないの。もう90しか回復しないんで、もうほんとちょこちょこしかいけないんだよね。おー、あと2回か使えるのが。まあまあ仕方ない、仕方ない。2回使えればいい。もうこいつ倒したら戻る気でいるからね。これで行動速度を下げてあげましょう。とにかくもう3周目になると敵の行動速度が速すぎてどうしようもできん。 OKOK、 いいダメージ、いいダメージ、めっちゃいいダメージよ。 OK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 、 やられてもいいやつが、ガードが吹き飛んだね。全然いい、全然 OK。 で次からちょっと大技を使ってくるんだよね。でも大丈夫。いや行動速度下がったって言ってもそんなに下がってねえな。ダメージそんなにね攻撃しても当たらないん でここでとっておきの光、光弱点なんで、もう使っていけ。うん、なんとかこのターンで黄色にしたい。あんまりさ入らん。せめて1500ぐらい入ってほしかった。どんぐらい効く。おいおい、4桁ありえんでしょ。いやいや、でももう大丈夫大丈夫。どんくらいいく。3000、 OK、 3000いけば全然 OK よ。いいんじゃない。もう黄色になってるでしょ。なってない、なってない。え、とんでもない HP だぞ。そうね、いや、まだいいか。拒絶はまだ使わんでいいか。闇もったいない、 HP 回復するからね。攻撃しとけ。さすがにこのターンで黄色にはなってくれるでしょう。でこの次のターンで倒す感じでいきましょうか。やばい、マジで。いや、とんでもねえな、マジか、これとんでもねえぞ。
いやでも黄色にはなってる。ちょっと待てよ待てよ待てよ、これ、いや違う、それは違うぞ。ダイクストラで、そうね、これむずいな。で、魔法使える？あ、ちょっと待って。水で、で、ここで回復、生き返らせる。いやー、ちょっと、難しいか？桃さえ生き返ってくれれば、なんとかなる気はするんだよね。やめて。やめて。うっそー、うわー、マジか、全滅です。めちゃくちゃ強え。まあとりあえず戻ってきましたね。え、ちょっと待って、え、アイテム何ももらえないの？え、あ、全滅したらダメなの？マジか。あ、まあ、いや、とりあえず、103回まで行けました。104回のボス、むちゃくちゃ強えな。あれ、どうしよう。うわー、むちゃくちゃ強かったですね。はい。ということで、今日は100回クリア、そして103回まで行くことができました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。